おはようございます。画家の小木曽です。今日の動画はですね、こちらですね、こちらの2枚ダダダダ、を描いてみました。そしてですね、今回はですね、髪の毛、の描き方にちょっと特化して、そこにこうフォーカスを当てまして、よりそこのところを長めに、お届けしようと思っております。2枚を髪の毛を中心に描くという動画です。まあ、私もだいぶこういっぱい動画を作ってきて、もうこれはちょっと本当にあんまり言いたくないんですけど、いわゆる有料級というか、まあ見せんのもちょっとこう後々非公開にしようかなぐらいの気持ちで本当にいるような動画なんですね。で、別に秘密の技法というわけじゃないですけども、こういうスピードでこういう、筆さばきでという、特に一番こうなんか皆さん多分難しいの髪の毛でしょ。で、髪の毛の部分をお見せしてますので、まあごゆっくり、ご覧ください。いつか突然非公開になる可能性があるという嘘をついてはいけないんですが、本当にそんな気持ちでいるような自信のある動画ですので、楽しんで見てみてください。どうぞ。それでは解説をしていこうと思います。ケース1、直毛の女性ということで、ストレートの女性ですね。学生さんがモデルをしてくれました。ちょっとですね、髪の毛以外のところは今回早送りを使わせていただいてますので、他の動画とかも参考にぜひご覧ください。本格版というものはだいたいこれ似たような描き方で、はじめ肌の色はグリザイユという方法で描いていって、まあだから髪の毛だけを特化して髪の毛だけというよりは、やっぱ他のところも描きながら、まあ髪の毛を描いて1層目、2層目、また肌の色を着色して2層目、また髪の毛を描いてとか3層目、4層目目とかっていう風に書いていくタイプなので、一概に髪の毛だけに特化した動画というのは作るのはちょっと困難なのと、他の部分というかですね、顔の部分の密度に対して髪の毛の密度みたいなのをだいたいこうなんていうか合わさっていくというかですね、というところがありますので、どうしてもですね、他の部分もちょっとこうつけておかないといけないなと思いました。だから後半の方になってくると、ちょっと動画自体の作り方が上手になってくると思います。ちょっと今回ですね、初めの方ピンボケしてるの申し訳ないです。そして叩き筆でグリザイユで描いてからですね、白味と呼ばれる平滑な下地の下地を私は使用しています。難しかったらばですね、ちょっと白味というのも動画がありますので、そういうのもちょっとやられてみてもいいんですが、ちょっと難しかったら、シナベニアという、ベニアにジェッソみたいなものを塗って、似たようなものを試されてもいいかなと思います。キャンバスでももちろんできるとは思うんですけども、私はやっぱり平滑なフラットなものの方がいいなと思いました。そしてこうですね、今髪の毛のところに来まして、早送りではなくて、まず暗い色を置いていってます。ちょっと画面がね、どうしても光ってしまいます。油絵作るのは非常に難しい、だから多分あまりこう作画動画で日本の人の見てると油絵って少ないような気がするんですね。水彩のがやはりですね、基本寝かせて描けますので、油絵って寝かして描くのなかなか難しいんですよね。だからそういうのもあるのかもしれませんけども、今髪の毛をちょっと大きめの筆でまず描いていってます。私はいきなりこうずっと一本一本描くというわけじゃなくて、でこれは下の絵の具がちょっと濡れています。こういうこうインプリミトゥーラって言うんですけども、私はだいたいこうやって暗めの色を置いておいて、で平筆で少しこうやってこう大きめに大きめにまず1層目描いていきます。大きめにですね。で背景も同時にで濡らしておくというのは完成油、ぜひ本格版と呼ばれるもの、大体この方法をとっていますので見ていただければと思います。そして今輪郭と少し混ざり合うように書いたの分かりました。ちょっと光ってますね、画面が、すみません。これね、朝日を撮ったんですね。そして朝日がちょっと入ってきてるのに気づかなくてですね、やっぱりですね、これ6月7月ぐらいに撮っていたんですけども、朝日が昇るのが早くなってきてですね、そしてこうやってこう毛が開いたものでシューッシューいいでしょ。細かい一本一本を作るより、まず大きな作りを作っていきます。私の場合はですよ、これ本当にこういう描き方をしろという動画じゃないです。皆さんの参考になればと思って、ボランティアで作っておりますので、こう描けじゃないです。あ、こうやって大きく描くんや。そしてまた肌のところちょっと髪の毛が出てきたなと思ったら、もう少しこうグリザイユの段階、白黒を少しこう進めていっとこうかなと思いました。で髪の毛になったらまたこうノーマルスピードに戻しております。
で明るいので、で今ちょっとピントは合ってないですけど、後半の方になってくるとピントも合ってきますので、ちょっとご容赦ください。今ぐっと我慢してくださいね。あの文句言わんようにしてくださいね。で髪の毛明るいところも描いていきながら、少し毛の細い筆、初めは大きな筆を使って、でまた毛の開いた筆を使って、やっぱりいろんなこう筆を使いながらですね、手前に向いてる面とか光が当たってるところとか、そこの辺はちょっと考えながらですね、あと側面に入っていくとか頭部の形とかを意識しながらですね、大きく大きくこうストロークをこうつけていってますね。こうやって見ると手首だけじゃなくて腕全体からこう僕線引いてるの分かりますかね。手首も使ってますけど、どっちかというと腕全体からっていう風に引いていってるのがなんとなくわかるんじゃないでしょうか。まあ細い線とかもこう同時に描いていってますけど、まあ後でまた描くやっていうぐらいの感じで、始めは私の場合1層目というのはスタートします。今回動画上では3回、この髪の毛の作業というのをしていますので、グリザイユプラス髪の毛で、1層目、そしてこれが完全に乾くのに1週間程度待ってまして、今明るい色ばっかりでしたけど、今暗い色で描きました。そして完全に乾燥した後に着色をしていきます。はい、だいぶピントが合ってきましたね。すみません、5分ばかり皆さんに我慢いただきましたが、ちょっとピントが合った画像となってきたんじゃないですか。で今グレーズという紫色を塗って、その後に黄色を塗っていってます。こういうのは本格版ぜひご覧ください。そして、グレーズスカンブルといって着色をしていっているんですね。この辺ですね。この辺が私のやっぱ特徴ですね。重層構造というのをやっぱり使います。重層構造、せっかくね。で今こう髪の毛白い入れましたね。明るいキラッと光ってる、光り輝くストレートヘア的なやつですかね、そういったものを描いていますが、左側からの光に対して、そしてまたスカンブルという仕事ですね。ちょっとこう白を混ぜたような色をちょっとこう着色しながら、お化粧をしていくような感覚みたいなんで、パタパタパタと描いていきながらですね、この辺も赤をもうちょっと強めの塗って、下の絵の具が多少消えてしまってもグリザイユによってしっかり描かれているので、完全に消えるというのはなかなかないですよね。ベタッと絵の具を塗ってしまわない限り、こういう感じかなと思います。そして叩き筆で全体的に平滑にならしながら、肌の部分だけは着色しておきました。肌の部分だけですね。鼻の穴とかも少しもう消えてしまう大きなもう叩き筆を使いました。パン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 、そしたら筆跡というのがなくなっていきますね。皆さんが描きたい方向性によってやっぱり絵っていうのを変えていってくださいね。これをしなきゃいけないっていうこと、僕は多分一回も言ったことないと思います。私は写実的な方法を選んでおります。で早送りにしていってます。まあ、写実的なことができると、いろんなことができるよというのは僕は学生には言っています。まあですね、私も責任ある仕事というかですね、学生さんが就職したいとかっていう時に、絵の仕事に携わりたいという時に、まあなんか自由に何でもいいや、好きな絵描いときっていう感じで4年間ほったらかしにしてたらね、鼻のとこちょっと丁寧に見せようかなと、しっかり描く力みたいなのが全くないとですね、やっぱゲームとかアニメとか漫画とかそういったサブカルチャー的なところになかなか就職するのが難しかったりするので、最低限ですね、描ける力を身につけておいた方がいいよということは学生さんに、よく言っております。でこういう感じで、少しディティールも描きながら、髪の毛は大きくまず、描いただけですね。髪の毛は大きく光をボンと当てた程度です。でディティールも描きつつですね、こういうディティールを描いていく、もう0号とかそういうこうサイズの筆を利用しております。はい、早送りになりました。ちょっとこう筆色分割法といって、私はですね、点点点とかっていう風に打ちながら、下の絵の具とかも少し見せながら描いていく方法ですね。下の方は、グリザイユという方法なんで、グレーが少し見えて、そして髪の毛の方に行きました。これは3号ぐらいかな。また細かい筆、肌のところは細かい仕事をちょん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 としながらですね、また髪の毛に行くと、毛先がなんか広がった、今度何の筆これっていう感じですね、そこら辺にあるちょっと毛先が広がった柔らかい筆を活用しながら大きな仕事をしていってます。一本一本僕は描くというタイプじゃないです。すごくこう綿密に一本一本描かれる先生方もおられると思いますけども、私はそこまでの気力体力っていうのがありませんので、大きく作って徐々に徐々に細かくしていくということをしていってます。この辺は髪の毛を描いて、これも毛先が少し広がった筆で、大きく作って、暗い影の中にある髪の毛、そして細かい一本一本を描いていくんですが、
結構原色に近い白とかでボンと置くこともあります。生の白もこれ光ってるところとかですね、かなりこう光をトンと当てた状態でモデルさんをしてもらいましたので、光を強めにこう真っ白とか置くとなかなか難しいんですが、かなり生の白に近いような感じの絵の具を、少し絵の具を厚くのせたりもするんですよ。これちょっとなかなかそこまで分かりにくいかもしれませんけども、厚く塗ることによってそこがやっぱりこうモデリングされて、奥の方は薄く塗っておいて、今奥ですね、で手前の方に少し物質感、ほんの少しですよ、近くによって見たら分かる程度かもしれませんけども、そういった感じで描いたりとかですね、していきます。髪の毛と間に見える肌なんていうのをこれ描いてるんですね。だから同時に僕は描いてきます。髪の毛だけは後でポンと乗せるとかっていう感じではなくて、人の肌とかのバランスとか頃合いも見ながら、人の肌もてん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 っていう風にやりながら、暖色系みたいなのを今置きながら、下の感触も見えたり、今暗いいう風で、髪の毛をヒューヒューヒューと描いていってる。ね、明るい色ばっかりじゃなくて暗い色も描いたり明るい色も描いたりとかしながら、特にこうおでこのところから前髪が出ているところ、そこのところっていうのは毛が出ているところですね。今、まつげですかね、これ下まつげですかね、というのも同時に描いていきながら、全くもって別の色にならないようにですね、黒とか茶色とか、まあ、青を混ぜたりとかしながら、赤と黄色で、混ぜたような茶色を使うこともありますし、さまざまな色を使ってます。それは皆様の好みとかもありますので、これを使うという限定は私しておりません。私はその時その時に合わせてやはり絵は描いていくものかなというふうに思っています。髪の毛の描き方じゃないんですかって怒られそうですけども、まあ、今回は2つのケースをお見せしようと思っております。そしてこういうこう少しはみ出した毛とか慎重に描いてますね、ペロッとはみ出した毛とかですね、そういうのもなんか画面の中の構成の要素としてすごくこう大事になってきますのでね、結構いいアクセントになったりしますので、こういった感じで目の方のディティールとかも描きながら、目は眼球として球体としてあるんだぞっていうのとか、髪の毛とかとのバランス、まつげのバランス、そしてまた人の肌を描いていったり、ですね、ディティールを描いていって、鼻の穴を少し、小さくというか暗くなりすぎていたのを明るくしてみたりとかっていうことは、画面の中での心のキャッチボールとでも言いましょうか、もうちょっとこうかなああかなっていうことを、本当に細かいことを作業をしていくということをしながら、密度を上げながら完成へと向かっていきました。この辺もディティールを書いていっていますね。だからなんとなくこうプロセスとして、大きな作りから少しずつ細かく描いていって、細かく描いていって、本当最後はもう描いてんのか描いてへんのか分からへんわーっていうぐらいの仕事になっていったということが分かっていただけたのかなというふうに思います。最後は本当にちょっと塗った絵の具を周りの色と溶け合わせながらとかですね、一本一本、はい OK、絵の具ついてくれついてくれという感じですね。とにかくこう下の絵の具は乾いていない状態なんです。ずっと滑っていくような状態で描いていって、描いてるか描いていないかわからないような仕事を繰り返しながら、密度が出てきてですね、髪の毛というのが仕上がっていくということが皆様に伝わったのではないでしょうか、という感じでこんな風に描いていくんですよ、私はですよね。次のケース2もぜひご覧ください。こうすると奥の髪の毛、手前の髪の毛というのもなんとなく分かりませんか。こういった光る髪という今適当に題名をつけました。変わっているかもしれません。発表した時ですね、メッシュの女性、まあこれも適当に題名つけときましたが、すみません、展覧会とかでは題名変わるかもしれません、まあ、似たような作業ですね、グリザイユをまずはじめにやっていきます。なんでグリザイユをやるかというと、先ほどのようにこうですね、上にこう薄くこう暖色系、黄色っぽいのとか赤っぽいの塗っていった、その前に寒色っぽいね、黒白っていうのは寒色に近い色なんで、寒色というのを塗っておいて、薄く下から透けてくる油絵の具の特性というのは、透明、半透明、不透明っていうのとか、厚く塗れる、薄く塗れるとか、いろんなこう特性があるんですね。でもその中でもこの透明とか半透明、不透明とかっていうことを活用する、特に人間の肌というのは特に難しゅうございます。あとはこう人物というのすごく難しくて、そして髪の毛、ここの辺メッシュですね、なんかこうなんて言ってたかな、顔の周りに金髪の色入れてはったからおもろいなと思ってですね、学生さんをちょっとモデルさんしてくれませんかということで頼んだらいいですよということで、なりました。
面白いですよね。本当にこれが10年後20年後に、彼女ら今20歳ぐらいですけど見たらどうなるのかっていうのとか、そういうのも含めてこう YouTube に残しておいたら面白いなと思ったんですけども、今回作ってみたら、あ、これ案外いい動画自分でできたぞと思ってしまったんで、もしかしたら1ヶ月ぐらいしたら非公開ってなるかもしれません。その辺はもうすみません、私のあのあれですので、YouTube チャンネルですので、お金は別に欲しくはないんですけどね。なんかね、あの本当にこう私応援してくださる人だけに見せれるとか、なんかそういう設定がないのかなっていうふうに思うんですね。もう本当お金じゃないんですよね。なんかね、やっぱね、文句言われるんやったら見せたくないですしね、なんかこう本当に秘密の技法的に、じゃあこっそり教えましょうかみたいな感じで本当はお見せできるような設定があればな、なんていうふうに思ったりしてます。そんなことできやんかなっていうふうに思います。そして暗い色を置いてきました。いいですよね。本当私も18の時丸坊主で金髪にしたことありますけども、それ以来あまり染めるということはしてないんですが、今白髪染めをしているんですが、最近なんか若干美容師さんは明るく相当染めはるんでですね、あれちょっといつもより明るんちゃうかななんて思うんですけど、いつも同じ色でもうあのほぼ黒と分からんような感じにしてくださいねって言うてるんですけどね、一部分だけ僕なんか白髪すごい多いんですよ。で今グリザイユ でこの段階というのはぜひですね、本格版とされるものとかをご覧ください。そういうのもぜひ参考にして、8倍速ぐらいなんですごく早いかと思います。ちゃ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 っと、で髪の毛の部分、今髪の毛の方に行きました。今ほっぺたのハイライトを外の方に持って引っ張り出していったんですが、またあのピント後で合いますからね、ちょっとご容赦ください。今また5分ぐらい頑張って、黒白の段階というのは少し、お付き合いいただければと思います。眉毛も一応書いておきましたね、輪郭のところとか、そして髪の毛の方に行きました。こちらもまた左側から光がダンとぶつかっております。そういったものを明るくグッと描いていって、おります。6号の M というサイズかなと思いますけども、まあ、あまりこの2人は、今まで学生さんで3年生なんですけども、私の絵のモデルさんしてなかったんで、ちょっと試しにちょっと描かせてもらおうかということで、あ、イエスぜひぜひということで、すごく明るくいい子たちなんで、ちょっとモデルさんをしてもて、ちょっとこう実験的に1枚2枚描いてみないとですね、絵になるかどうかというのは分からないので、これはまあ実験的な作品って言うと変です。もちろん発表もするんですけども、ちょっとこう実験的にモデルさんをしてもらって、光をぐっと強めに当ててですね、そして今明るい色を置きながら、毛先が少し広がりそうな筆を使ってぐっぐっぐっと、ちょっと大きめの筆ですね。だから私は本当に、で輪郭外側からも描いておきます。こうやってビューっと、そしてこれ奥の方ですから、輪郭と髪の毛がちょっと溶け合うような仕事をしてあげたりとかっていうことをしていったりしています。筆の種類は基本的にはナイロンです。ナイロンの筆、柔らかい筆を使いながら、ちょっとこうこれなんか細いですね、ナムラの面相筆と呼ばれるものを使ってます。毛先を尖らすように、山切りカットにしています。細い筆、線を今引きながら、大きい仕事をした後はちょっと細い筆を使ってですね、1層目からある程度僕は書いておきます。1層目からある程度書きながら、細い筆も使ったり大きい筆も使ったりとかしながら書いていってます。要は濡れてる上やから滑るんですね。だからスルーッと長い線も引けますし、もっとゆっくり引く時もあるんですけども、今回は相当早めにシュ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 という風に書いていっています。シュ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 とですね。でちょっと明るい色も描きながらですね、描いていきながら、こういう風な逆の方向で持っていくということもしますしね。で完全に完成してまた着色をしていこうと思ってます。あ、それでちょっと今回ね、これね、テンペラ絵の具というのをピッピッピッと載せてるんですね。でちょっとテンペラ絵の具ほんの少しだけ厚く乗せておいて、描いていってます。まあ今回は洋服とかそういうのはちょっとカットしておりますので、すごく短めにしてありますが、ちょん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 と変わったことをしてますね。こう模様を描くときにちょっと変わったことをして、こういうふうにこう花柄をちょん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 と描いていきました。髪型が、僕の髪型が違いますね。ちょっと刈り上げてますね、横ね、熱いんでしょうね。ちょん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 と書いて、それが乾いた後に少し油絵の具を塗っていくという作業をしました。こういう風にですね、少し厚く塗っておく、難しいことしてますって感じかもしれませんが、もう何やったらこうアクリル絵の具とかでやってもってもいいかもしれませんよ。初めに油絵の具を塗る前やったらいいと思います。前
で、完全に乾いた後に今こうやって、絵の具をこう全面に濡らして、全面に濡らして、で、これ紫色ですけどね。で、こう服の色をベタと塗っていったと。でそれによって何が起こるのかというと、後でこう乾いた後に削り出してあげようということで、まずベタと塗っていきました。洋服を描いて、ちゃんと服のこうシワとかも描いておりますよ。ぎゅーっとですね、ぎゅーっと光が左からドンとぶつかってんで、ちょっとその光の強さみたいなのを少しこう強調してあげようかなと思って、光を強めに当てております。ドンとぶつけてあげた。そして叩き筆でしっかり叩いておきます。そうすると下の絵の具が後で、でちょっと人の顔の方を描いていきますね。今の洋服はベタ塗りでほぼ終わってます。それが乾くのを待ちます。そして暖色を少し塗っていきながら、ちょっとこう輪郭なんかも少しぼかしながらですね、かっちり塗り分けるというより、まあ、目ん玉の色っていうのはそんなにこう塗らないんですが、ちょっとこうかっちり塗り分けるというよりは、ちょっと中に入っていくこともあっていいかなという感じで、今暖色系とかを塗りながら、少しはみ出したりしてもいいので、おおらかな気持ちで塗っていきます、ね、でこの辺はこんな感じかなという感じで、そうするとうっすらチラチラとグリ材油による表現も見えてるんじゃないかなと思います。そして大きな作りをどんどんどん髪の毛に置いてきました。だ同時にやっぱり他のところも描いていってるので、髪の毛だけに特化してっていうのはちょっと難しかったんです。少しご容赦いただければと思います。特に髪の毛のところはスローでお見せしてますので、今髪の毛と中側外側をくっつけて考えるというかですね、そういうこともしていってます。そして暗い色をグッと置いてですね、下の絵の具が乾いてないので、油絵の具っていうのは乾かないもんなんですね。でもそれをうまく活用すると、やっぱそれなりに表現の幅というのが増えてきます。乾きを早く早くっていうんだったら、僕はアクリル絵の具でいいんじゃないかなというふうに思います。私はアクリル絵の具とかもこの1年間ちょっとで、そっとこう作画動画とかも作ってきて、やっぱりそれぞれの特性をやっぱり、今まで以上に理解することができました。透明水彩ってこういう画材かなっていうのもよくわかりました。色鉛筆もやってみたりとか、いろんなことをやってまいりました。そういうのをこう研究したがる人なんですね。ちょっと早送りいたしますね。ちょん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 、点描を増やしながら暖色系で、ほんと細かい筆の線をトトトトと引き伸ばしながらっていう風に書いていってますね。ちょん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 、すごいスピードですね。こんなスピードで描けたらなんて思うんですが、感触、この辺は唇とか描いていきながら、もう少しでまた髪の毛のところに移りますが、ちょん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 、人の肌も同時に描いていって、でやっぱ髪の毛もまた描いていくということをしていきます。全く別物というふうには考えにくいというかですね、他とのバランスとかっていうのもありますから、そういうバランスとかも考えて描いてみてください。じゃん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 、叩き筆で叩きます。やっぱあれですね、やっぱ完成がこう見えてくる、それもね短めに、そして2種類見せるっていうのもなかなか面白いですよね。今復習編みたいな感じでしょうかね。だいぶ肌も明るくなってまいりました。バババババババと2層目なんですけども、ある程度着色しながら、それの固有の色に近づけていきながら、暖色寒色っていうのは微妙にこう塗られていってるの分かりますか。叩き筆でまた馴染ましてあげるということもしたりとかですね。そして髪の毛ですね、暗い色グッと置いてみたりとかですね、明るい色でヒューと描いてみたりとか、そういったことをしながら、細かい仕事ディティールを描いていくわけですね。ヒューヒューヒュー、まあ写真これもちろん見ながら描いております。写真を見ながらですね、描きながら、まあ細い線で少し描いてみたりとか、指で少し鳴らしてみたりすると、下の絵の具とかが初めに一層目で描いた絵の具とかがまた出てきたりとか、明るい色でピョンピョンピョンとこう今ハイライトを描いていったりしてるんですね。っていう風な感じでこう密度が少しずつ上がっていきながら、髪の毛も2層目である程度までできてきましたよね。ぎゅーっとですね、上から下へ描くこともあれば、下から上へ描くこともあればっていうことをしています。でちょっと細かく肌のところが少しずつこう煮詰まってきますよね。早送りで見るとやっぱよくわかりますね。ちょん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 という感じで描いていってます。
細かい密度を上げながら、やっぱ髪の毛も同時に描きながら、全く別物として考えるのではなくて、この辺はまた髪の毛の方を描いていこうと思ってたりしますね。この辺は外側にキラッと光る、意図的にですね、背景はちょっと暗い布を貼っておきましたというかですね、そうするとこう明るく光る髪の毛とかもより見えますので、描く際に皆さんに分かりやすいかなと思いました。そして暗い、線でも毛を描いていったり、明るい色で描いていったりとかを繰り返していきます。この辺なんかちょっと絵の具を厚めに塗ってるんですよ。ほんの少しですよ。でもこれ辺はもう描いてるか描いてへんか自分でもですね、絵の具が置けた置けてない置けた置けてないって感じです。全てが 100% ではなくですね、うまいこといった、あうまいこといかんかったっていうことを繰り返してるんですよ。ほとんどそんなことは分かりませんよね。でこう2層目、今シューッとこう勇気切りますね。ああいうところなんかね、はっきり出てくるようなキラッと光るですね、毛根の元気な若者ですね。私なんか毛根がもう元気があまりございません。キラッキラッとですね、そういう素晴らしいことですね。でちょっとこう髪の毛が光っているような感じに描いていきながら、まあこう金髪とかね、こう顔の周りが金髪だったりしたんで、まあそういうの初めて僕描きましたので面白かったですよ。自分の中でこう新しいチャレンジをするというのはすごく大事なことかなと思います。ぐーっと描いていきながらですね、明るい色で描いていき、でこの時やっぱ奥の毛、手前の毛というのは強く意識されるといいんじゃないかなというふうに思います。そしてやっぱりこう描いていけばディティールも描いていくということをしていきます。そうじゃないとやっぱりバランスが合わないんですね、全体を見ながら今ね、明るい金髪のところを描いていきながら、また顔のディティールも描きながらということで、ヒューッとですね描いていっております。これもどこかの動画にあります、こういう、こう山切りカットにした筆の作り方、必ずどこかにあります。すみません。そして眉毛のところも描いていってます。優しい気持ちで置いていきます。でこれも黒ではなく茶色とか黒とか青とかいろんな色混ぜながら、不透明感を強めるために赤とか黄色とかを混ぜて暗い色を作っていきます。そしてそれが完全に乾燥して、2週間ぐらい待ちましたかね、紙やすりで削ったらなんか出てくるかなと思ったらそんなに出てきませんでしたので、やっぱり筆で描きましたというオチでございます。もうそういう失敗もします。今これ白と茶色はあの後で筆で描きました。そしてその周りというのをちょん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 と細い筆使ってこういう風な柄を描いていってます。うん、失敗したんですね。そうですよ、完璧にそのままできるなんてないですけど、リカバリーすればいいだけの話だと思いますので、あれうまいこといかんかったなと思ったらもう一回描いてやろうっていうことができるのが油絵の具のいいところなんじゃないかなというふうに思いますね。この辺は洋服の柄というのがちゃんとその面に合っているかということはちゃんと意識しながらですね、描いていきました。そして最後の段階です。髪の毛にキラッと光を当ててあげようということで、上からですね、スカンブルというか明るい色をポンと乗せて光らしました。でそれの絵の具が乾かないうちに、また細かい描写もしたり、指ですり込んであげたりですね、指ですり込むと下の絵の具もうっすら透けている状態、複雑になってきましたよね。一発で描くんじゃなくて、塗ってはまた作りを作って、細かいことを描いて、また暗い色をこれ塗ってとか明るい色塗ってとかっていうことをしながら複雑にしていって、僕は髪の毛を描いていっているんですよということをお見せしたくて今回動画としましたね。小鼻を少し小さくしておこうかなとかねそういうのは絵作りですから、見る人はこの女性のことを知らないわけですよね。自分のここなんかちょっと意図的にこうね、グリーン系をグッと差し込みました。なんかこうこれぐらいの色で赤みがかった色とかっていうのがより強調して見えてくるかもしれないなと思ったので、意図的に感触を入れ、ちょっと強すぎたんで今指で混ぜ合わせましたというような感じでですね、周りの色とちょっとなじませて、このあたりも少し寒色系のグリーン系を置いてみようかなとかっていうことで、そうすると暖色系の赤系とか、そういう複雑に人間の肌というのが出来上がっていきますよね。で唇とかのところは慎重に、少し慎重になりながら描いていく、慎重に慎重になっていって、唇のところ、そして髪の毛、またこれと同時に、やはり完成するためには少し描いていってるんですね。
だからですね、一つ一つがこうパーツで出来上がるんではなくて、やっぱり大きな作りをグリー材油から作ったりとかですね、また髪の毛の大きな土台をもう本当に近くに寄って一本一本見ながらですね描いていったり、最後はもう本当にこんな感じでございます。って感じですよね。こんな感じ、人の肌のこの辺こうかなかな、もう本当に描いてるか描いてないか分からない、こんなところがあるからですね、ああこれ非公開にしたくなってきたなっていうことで、まあちょっとの間、あ、いや、いつぞやまでは分かりませんが、もしかして突然非公開になるかもしれませんのですみません、頑張って、目に叩きつけておいてください。ということで解説は以上です。ご視聴ありがとうございました。どうだったですか？髪の毛を描くという動画、もういよいよここまでお見せしますのでね、皆さんこうどんどんメキメキ上達してきているんじゃないでしょうか。よかったらですね、チャンネル登録していただけると嬉しいです。もう本当にそんなことが励みになってます。あとは高評価いただけると嬉しいです。そんなことが非常にこうモチベーションとなっておりますので、皆さんよろしくお願いいたします。今後もご視聴よろしくお願いします。では。チャンネル登録よろしくね。SNS もやってます。よろしくね。